ではまず海上保安庁、どういったところなのかなと。警察消防っていうのはすごい身近にある機関ですので、すごく馴染みがあるかなと思うんですけれども、海上保安庁は馴染みないと思いますので、今日は説明していきたいと思います。と油が混じった水になります。でもう一つが、同じく水道水と洗剤が、入った、水にも取ってください。一瞬出る。